どうも、陣内智則です。さあ、今回のネタはカラオケということで、これはね、ちょっと YouTube でね、配信するのは難しいんじゃないかと思ったんですよ。やっぱカラオケなんで、音楽を使ってるんで、今回はなんと、すべての音楽をプロの方に作り変えていただいて、ネタ陣の方で配信することができました。結構ね、このカラオケ好きやっていう方はいるんですよ。なんか TikTok とかでも僕のカラオケのネタをやってくれたりとか、そういうことはたくさんいたんで、今回ちょっと見ていただこうかなと。ただね、プロの方がね、著作引っかからないようにちょっと音程を変えて作ってくれてるんで、陣内さん歌いづらいと思いますけど大丈夫ですかって言われたんですけど、もともと音程ずれてたみたいで、ね、何の違和感も歌えちゃいましたね。気にならなかった気にならなかった。あとはね、鳥羽一郎さん、もしご覧になられたら僕は大好きなんでリスペクトしてるんで、毎回思うんですけど、鳥羽一郎さんとどう思うねやろみたいな。僕はもう大好きなんで鳥羽一郎さん。ということでご覧ください、カラオケです。どうぞ。いやー、一人カラオケ初めて来たな。やっぱ恥ずかしいな。しかも3時間も撮ったからな、めちゃめちゃ時間あるな。何歌おうかな。はい、ワンドリンク制になってますのでご注文お願いします。あ、じゃあコーラお願いします。はい。いや、3時間か、めっちゃ歌えるな。いっぱい歌おう。何しようかな。あ、それ一人やしな。なんか懐かしい歌歌おうかな。あ、チェッカーズ懐かしいな。チェッカーズ行ってみよう。チェッカーズ転送と。うわー、懐かしい。流行ったなこれ。小学生ぐらいちゃうかな俺が。あ、ちっちゃな頃から悪ガキで。はい、ちっちゃな頃から悪ガキで。いや、お前が歌うんかい。うまいことなったな。ほんでプププープー完璧やん。なんで歌ってんねんこれ。え、なんすか。お時間の方2時間50分前ですが延長されますか。いや、しません。たっぷりあるんでしません。それ5分ぐらい前に言ってもらっていいですか。はい、コーラお願いします。気持ち悪いこいつ。なんで歌ってんねん。うまいことなったな。ほんでもうやめとこう。チェッカーズ他歌おう。いっぱい時間あるし、何しようかな。あ、スピッツね。スピッツ爽やかやもんな。スピッツええ歌やな。スピッツ歌おう。よし、これ転送。いやー、ええ歌やな。チェリー大好きやねんな俺この歌。すっごいいい歌。うん。君を忘れない、君を忘れない、曲がりくねった道を行く、曲がりくねった道を行く、生まれたての太陽と、生まれたての太陽と、夢を渡る黄色い砂。なんで先導すんねん。歌詞出せ。いや、キャンプファイヤーみたいになってるやん。いや、何このカラオケ。いや、普通歌詞出るやろ。いや、先導されて歌うの嫌やわ。いや、ちょっと待って。いや、初めてやなこれ。ちょ、歌い直しや。もう一回歌詞出るやろ。なんか色変わってこう歌い出しとか分かりやすいように。歌い直し頼むよ。歌詞出してよ、歌詞。先導すんのやっぱ相方。君を忘れない、曲がりくねったらしどれに、生まれたてのファミレドに、夢を渡る黄色いどれ。なんでたまに音階入んねんっていうツッコミがなんで入んねん。なんでたまに音階入んねんがなんで入んねん。バッチリやったやないか。ほんで、いや、まんまと引っかかったわ。いや、なんで終わってんの曲。ほんで何これ。ラシドレミ、いや歌う、じゃあちゃんと歌いたいねん。チェリー、なんで音階入んねん、ね、なんでたまに音階入んねんも入んねん。どういうことやねん。バッチリやったな。あかん、もう一回や。ちょ、歌い直し、ちゃんと歌わして。ちょっともうやめてよ。ラシドレミとか音階入んのやめてよ。君を忘れない、曲がりくねったミンチをお肉、組ませたての材料、弱火で焼くわけです。何の歌歌ってんねん俺。チェリー歌いたいねん。ハンバーグできたわ。
ハンバーグのレシピ歌っただけやないか。いいのよ、なんで終わんねん。ほんで曲赤もチェリーやめや。全然歌わせてくれへん。赤もうやめよう、時間あるし。もうせやしっとりとした歌を歌おうかな。ちょっと練習にもなるしな。やっぱ愛しのエリーかな。よし、転送。あら名曲やなこれ。何回聴いてもええもんな名曲は。まあいいよな。泣かしたこともある、冷たくしてもなお寄り添う気持ちがあればいいのさ。俺にしてみりゃこれが最後の。ちょっと待って、嘘。なんかテレビで見たことある。ちょっと待って、どうしよう。笑って、いやお前が歌ってんのかい。何してんねんお前。何勝手に歌ってんねん人の歌。置いていけ、ほら。ちょっと飲んだなお前。去り際にちょっと飲んだなあいつ。腹立つわ。いや桑田佳祐さん来てくれると思ったら、なんやあいつ、また歌ってんのか、カラオケのやつ。あの店員何考えてんねん。もうええわ、もう飲むかこんなコーラ。もう電目で選んでもらおう。全然歌われへんから。あの頃ええな、あの頃。あ、2003年ぐらい行こうかな。あ、世界に一つだけの花。これ2003年やったんや。流行ったもんなこの歌。第65代横綱貴乃花が引退。そしてこの年、六本木ヒルズがグランドオープン。プロ野球では阪神タイガースが18年ぶりに。いや歌歌わせろ。歌歌いたいね。いやヌーブラも流行ったけど。いや2003年の流行った曲をメドレーで歌いたいね俺。何でナレーションせなあかんねん。ヌーブラ長いな、ほんで映像が。いや思ってたんとちゃうなこれ。いや全然思ってたんとちゃう。いや2003年の流行った歌をメドレーで歌っていきたいね。何で2003年の出来事俺がナレーションせなあかんねん。いや違う思てんのと。もうやめよう、あの頃。もうこれジャンルで選んでもらおう。ジャンルでちょっとも選んでもらおう。洋楽ですか、邦楽ですか。邦楽です。男性ですか、女性ですか。あ、もう男性でいこうかな。鳥羽一郎でよろしいですか。なんでやねん、すごい決断力やねん。いえいえ、山ほどおるやろ邦楽の男性。なんで鳥羽一郎でええと思ったんや。いや選択肢山ほどあるで。いや決断力すごいけど、鳥羽一郎さんの俺歌知らんしな。いや、いいえです。ソロですか、グループですか。まあソロでいきます。鳥羽一郎でよろしいですか。いやなんでや、だからめちゃめちゃ進めてくんな鳥羽一郎。このカラオケで癒着あんのかな。一曲いくらで契約してんのかな。いや鳥羽一郎さん知らんねん俺歌。歌ったことないから。ちび、いいえ。男性ですか、女性ですか。念のために女性にしとこ。ソロですか、デュオですか。もうデュオにしとこ。加藤ミリアフィーチャリング、鳥羽一郎でよろしいですか。やっぱりかい。どんな歌やねん、加藤ミリアフィーチャリング鳥羽一郎って。どんな組み合わせや。ほんで知らんわこんな歌、聞いたこともないわ。ほんではいしかない。追い込まれた、崖っぷちやねこれ。はいしかないもん。いや知らんこんな歌。もうええー、もう腹減ってきたわ。もうなんかもうあかんもんが。注文してみよう。もう注文や。手羽ですか、鳥羽ですか。もうええわ。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。